Ingrid. There's a wreck. だったか。ええ、大丈夫。ファラビットと部下がリシエを王の間に連れてった。みんな無傷よ。そこでまた会おう。あのタレのクズめ、これほど近かまわん。誰か真実を話せ。落ち着け、リシエ王。オーダンは死んだ。それだけでは収まらん。あやつの背骨をこの手でへし折ってやりたかったわ。私を落ち着かせたいのなら説明しろ。オーダンは秘密結社の一員としてヨルビックの支配を目論んでた。仲間は二人、校長のグリゴリーと修道院長のインゲボルグです。お前はここへ着いた時からこの陰謀者どもを追っていたのか。ああ、だが表立ってはできなかった。奴らはあらゆる町の壁をすり抜け、誰にでも手を伸ばす。腐ったリンゴに湧く虫と同じだ。対処しなければヨルビックは食い尽くされてた。お前がそれを防いでくれた。我々は皆お前に借りができたな。ハルフダン市長にもこの話は届くだろう。脅威が排除されたのなら私からも感謝しよう。お前のおかげで大勢の命が助かった。お前をヨルビックの名誉上級代官に任命したい。受けてくれるか、エイボル。なかなかいい響きだ。名誉に思う、王よ。よくやってくれた。なら一つ頼みたい。この町の地下通路に大量の銀が残されてる。それって校長が集めてた銀のことね。それをどうしようというのだ。真面目な商人たちは売り物を失った。ヨルビックの民に銀を返してユール態度を祝うのはどうだ。思慮深い提案だ。賛成する。よかろう。ヨールには銀を平等に分配してもらう。来い、ファラビット。銀の確保を手伝ってくれ。骨の折れる散歩になる。ビアルマランドの格言よ。文句を言っていいのは死者だけだ。我らは聖者だ。王と財務担当に文句をつけたいところだが、我慢しておこう。本当によくやった、エイボル。みんなの力だ。この三人ならノルウェーをハーラルから守れたかもな。まだ間に合うわよ。いや、もうノルウェーには戻らない。目の前にはイングランドが広がってる。そろそろ出発しないと。待って。助けがいるときはいつでも駆けつける。最後にいいか、ヨール。お前の机に銀があったせいで疑う羽目になったんだ。理由くらい聞かせろ。あれの用途は。秘密にしておきたかったが仕方ない。実は銀細工師を雇ってリュビナへの愛の証を作らせてた。ユール態度の贈り物として。こそこそしちゃって。お前たちがやらかす前に退散しよう。
また運命が交わる日まで。この世であれ、あの世であれ。またヨルビックに来た時は一緒にエールを飲もう。近くにいい店を知ってる。風がランビーの元へと帰ると言ってるようだ。いい知らせを届けに戻ろう。